どうもこんにちは、今回はですね、僕の持ち物についてお話ししてみたいなと思うんですけども、キャンプを始めてですね、だいたい3年か4年ぐらい経ちました。最初の頃はね、本当に何も持ってなくて、どうしようっていう感じで始めたんですけども、3、4年経った今、自分のね、スタイルみたいなものが確立できましたので、今日はね、そういったお話をしてみたいなと思います。まずはね、テント、テントはですね、ワンティグリスのロックシールドを最近はずっと使ってます。このね、開放感がやっぱりいいんですよね。開放感もいいですし、冬の場合はですね、フルクローズできるので、割と季節を問わずですね、使えるテントなんじゃないかなと思います。テントというかシェルターですよね。で、この中にはですね、蚊帳を入れてます。蚊帳を入れることによって、夏でもね、蚊に刺されたりすることなく、虫を気にすることなく、過ごすことができます。ただこの手の蚊帳っていうのは意外とね、最初寝るときって寝づらいと思います。なんていうか、こう外が気になって寝られないというか、なのでまあ慣れなんですけども、慣れるまではちょっとですね、時間がかかるという人もいると思います。ただ慣れるとね、この開放感半端ないですよ。で、寝床に関してはですね、こんな感じでコットを入れてます。エアマットだったりね、いろいろ使ってきた結果ですね、僕的にはコットが一番寝やすかったです。なので、コットは欠かせないものになっています。で、冬場であればここに、寝袋が増えるという感じです。そして枕はね、家から持ってきたやつです。いつも寝てる枕が一番寝やすいので、家から持ってきてます。で、椅子なんですが、まあ、よくあるやつですよね。モザンビークの椅子を使ってまして、これはですね、高さ調整ができるものになってます。この椅子か、もしくはですね、ベンチを使ってます。この手の椅子っていうのはですね、すっぽり収まる感じで、まあ、座り心地はいいんですけども、なんかこう作業したりするのにはすごく動きづらいっていうところもありますので、意外とね、ベンチの方が楽だったりもします。結構ね、自分の横にね、あれこれ置いて作業したいとかっていう方にとっては、ベンチっていうのもね、いい選択肢の一つじゃないかなと思います。ただやっぱり場所を取るので、まあ、その辺は荷物スペースと相談かなという感じです。次にテーブルですね。テーブルは、これ左側の方はね、全部ステンレスになってまして、長さが45センチあります。で、こっちは自作のものなんですが、こっちも45センチで合わせて90センチのテーブルです。やっぱりね、ローテーブルを使われている方の方が今多いと思うんですが、こういった椅子に合わせるのもね、ローテーブルはすごくいいと思います。ただ個人的にはですね、テーブルの幅っていうのはだいたい45センチ以上は欲しいなと思ってます。短くてもですね、60センチか70センチは欲しいなという感じなので、この90センチもあればですね、テーブルというのはかなり使いやすいんじゃないかなと思います。半分で料理をして、半分で飲むみたいなこともできます。で、次に小物なんですが、ペグはですね、十何本かで何千円みたいな安いやつを使ってます。こんなんで僕は十分なので、そんな高いペグ買わなくてもこれでいいかなと思ってます。で、キャンプを始めた頃はですね、こういったアルミ製のペグっていうのをよく使ってたんですけども、ペグを刺す時も抜く時もですね、かなり扱いやすいので、僕はこのタイプのものはね、もうほとんど使ってません。ペグが足りない時にしょうがなしに使うような感じになってます。次にね、照明なんですが、基本的にこれを使ってます。 LED ライトですね。結構ですね、 LED ライトでも明るいので、重宝しています。これも2、3000円ぐらいだったんじゃないかな。で、あとね、雰囲気を味わいたいということで、デイツの大きめのランタンを買ってます。まあ、大きいんですけど、かといってすごい明るいかというと、そんなことでもないので、この LED ライトのどれくらいだろう、4分の1ぐらいしか明るさはないんですけども、まあ、この揺れる炎っていうのがね、結構良かったりするので、これはこれで使ってます。僕は夏だとですね、絶対焚き火をしないので、こう焚き火をしない代わりにですね、揺れる明かりを楽しむというような感じで使ってます。一応それとは別にですね、マントルがついてるランタンも持ってます。まあ、こっちの方がね、全然明るいんですけど、やっぱりね、ガスの音がかなりするので、まあ、そこまで明るさを求めてないんであれば、LED ランタンで十分じゃないかなと思います。で、毎回持ってきてる棚なんですけど、こちらですね。こちらはですね、テーブルにもなるし、収納にもなるというものなんですけども、まあ、これは自分で作ったやつです。あと、この、なんだっけ、
スパイスボックスも自分で作ったやつですね。まあ、これの特徴としてはですね、一応どの面からも開けるようにしてます。まあ、大体収納テーブルっていうのはこの前面からしか開かないとかそういったことになると思うんですけども、まあ、自作なので全部の面から開けられるようにして自分がどの方向からですね出し入れしようとしても対応できるようにしてます。キャンプに使う小物はですねほとんどこの中に入れるようにしてます。この上にあるものもそうですね、スパイスボックス以外は全部この中に収まります。まあ、こうしとけばですね車の中が乱雑になることもないのでこれはね結構役立ってます。これを使わなくなることってのはおそらくないんじゃないかなという感じがしてます。まあ、壊れた時ぐらいかな、使わなくなるとしたら。で、基本的に料理をするときはですねほぼ全てシングルバーナーでやってます。それとですね僕はクーラーボックスを持ってないのでクーラーボックス代わりに、車載冷蔵庫を使ってます。車中泊もしたりするんでですねこういった車載冷蔵庫とポータブル電源というのは、欠かせないものの一つになってます。あとちょっと忘れてたものがありました。まずこれがクッカーセットですね。クッカーセットとそれとこれがね食器類が入ってる入れ物になってます。前回家族で行った時のまんまなんで、かなり物が入ってますが、ここにね食器が入ってます。あとこれがですね前に作った、リーパル付録のシャムス焚き火台ランタンバージョンです。こことここに置いてます。まあ、こういうことをしたくて2つ作ったっていうのがあるんですけどね。はい、こんな感じでご紹介してきましたけども、こんだけですこれだけしかないんですけどもこんだけあったら十分なんですよね。僕はなんて言うんだろう、なんかこうすっごい荷物持ってってこの辺バーッと飾り立てることもできるんですけど、まあ一人だとそんなに使わないっていうのもあるし、あとですね何よりも設営と撤収を僕はなるべく早く済ませたいので、そういう意味でもねこれぐらいが僕にとってはベストかなという感じがします。はい、ということでですね今回は、キャンプを始めて 3,4 年経って、何も持ってなかった時からスタートしましたけども、今はこんな感じになったよというお話でした。まあ、最近ねキャンプを始めたっていう方もいらっしゃると思うんですけども、僕にとってキャンプっていうのはね遊びです。レジャーなので、まあ、好きなものを使って好きなように楽しむのが一番と思ってる人間なので、まあ、紹介するほどね大したものは持ってなかったんですけども、何か参考になれば嬉しいです。それでは。